こんにちは。よさこい祭りの高野祭が昨夜高知市で行われ、踊り子たちが様々な思いを胸に熱く燃えた4日間が幕を閉じました。高野祭は昨日午後6時半から行われ、最終日も大勢の人が詰めかけました。高野祭ではよさこい大賞に輝いたドラッグよさこいバイチフレをはじめ、受賞した22チームが中央公園共演場でエネルギッシュな舞を披露しました。突然の雨や音楽が止まってしまうトラブルもありましたが、会場は踊り子と観客が一体となって盛り上がりを見せました。最後は総踊りが行われ、チームの垣根を越えた100人以上の踊り子が祭りのフィナーレを飾りました。最後の中央公演でなんか終わるなっていうのと、今までなんか頑張ってきて楽しかったなっていうのを感じて、それが一番印象的です。すごく暑かったんですけど、いろんな方の応援があって、時にはこうやっぱり大変なこともあったんですが、皆様の応援のおかげで頑張ることができました。ありがとうございます。 DD コーチ大好き。今年のよさこい祭りは南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意が発表される中での異例の開催となりましたが、さまざまな思いを胸に踊り子たちが熱く燃えた4日間が幕を閉じました。